まずはホームの東京ヴェルディです。ゴールキーパーマテウスです。最終ラインは右に宮原、左に加藤蓮、センターバックは谷口と出場停止明けの平です。アンカーの位置に森田が入って、インサイド斉藤と稲見、前の3枚ですが長谷川、染野、中原です。サブのメンバーご覧の通りとなっております。一方でアウェーの藤枝マイ FC です。前節の町田戦からはスタメンを1人変更して今日のゲームです。ゴールキーパー北村です。3バック小笠原、川島、鈴木、ウィングバックは右に久留美、左に榎本、ボランチの位置に西谷と水野が入って、最前線アンデルソン、そして2列目に横山、矢村という形で予想しました。全体を押し上げたところですが、長いボールが入ってきました。アンデルソン取り返します。稲見で、このタイミングでまた左サイド加藤出てきましたけれども、一つ運んで足元斉藤、リターンを待って抜け出した、中央鮮やかな崩し、最後決めたのは森田、ホーム東京ヴェルディ先制。開始17分です。いや、見事な崩しでしたね。まあ、もちろん選手のポジション取り、立ち位置ってのもそうなんですけれども、入れるタイミング、あとそれはやっぱりワンタッチをうまく入れて、はい、完全に人をつかみに行こうとしたディフェンスのやっぱ後手を踏むようなボールの動かし方でした、ね、ここも10分過ぎぐらいまでやっぱりボールを保持しながら相手の立ち位置を見て、ピッチの上で選手が考えながらプレーする、やっぱそれの強みだと思いますね、はい。マテウスがこの位置まで出てきて、アンデルソン、ゴールが空いてる、アンデルソン、すぐに同点、藤枝。19分です。いや、相手のミスでしたけれども、はい、ディフェンスをかわす、わあ、マテウスもあまりちょっと余裕を持ちすぎたのか、ね、もうかわすところで、あとフィニッシュまで落ち着いていました、慌ててもおかしくないシーンだったんですけどね、はい、加藤は少しテンポを変えます。そのまま裏に出ていったのは長谷川、ちょうど横山、西谷の脇に上がっていって、谷口からの縦入れ替わって、斉藤折り返してきた、右からの折り返し、仕留めました染野。後半の立ち上がり、東京ヴェルディ勝ち越し。いや、斉藤の抜け出すタイミング、ファーストタッチも見事でした、はい、で入ってくるタイミング、動き出しがやっぱりディフェンスでも少し早いんですよね、はい、その場合やっぱセンターフォワード、まあ、エースのゆえんといいますかね、はい。左に流れます横山、ここは谷口があります。横山のクロス、止めてアンデルソン、キーパー正面、ニアサイドに斉藤、カーブかかって中央ヘッド、加藤蓮です。完全にフリーでしたね、ニアサイドに鈴木がいて、中央アンデルソン、川島もニアに入ってきました。後ろから矢村、右足、これゴール、ファーサイド詰めてきました、藤枝、同点68分。最後は鈴木、このシュートの瞬間にボールサイドのところで稲見ですかね、はい、やっぱ少しギャップが生まれてしまっている、多分オフサイドの位置の最終ラインが稲見だと思います、はい、少し入れ替わるような形でしたね。谷口のところから縦が入った、森田マイナス、林のシュートだ、止めた、ナイスキーパー北村、今度は藤枝、
アンデルソン左サイド、その外側から一人出てきます。そこを使いに行きます。対応するのは林で、逆サイドから朝倉も入ってきました。さらには中央岩渕、シュートを打つ。強烈なシュートでした。カーブかかってニアサイドで、このセカンドボールは一旦止めます。ボックス内まだ浮いてますが、マテウスも出てきました。ベルディボールです。そしてここで試合終了の笛です。まあ、2度リードした東京ヴェルディ、そして2度追いついた藤枝前 FC、 結果2対2の引き分けに終わりました。